こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、宅地造成等規制法の概要について解説いたします。宅地造成等規制法が、どんな目的の法律なのか、どんな目的で法律が作られているのか、またその目的を達成するために、どのようなルール、どのような手段が定められているのか、というところを解説させていただいて、今回は許可制についてちょっと少しですね、軽く解説していこうかなと思います。ではまずなんですけれども、宅地造成等規制法の目的、なんで宅地造成等規制法っていう法律があるのか、まずこれを解説いたします。それは宅地造成に伴う崖崩れだったりとか土砂災害、これを防止するために宅地造成等規制法っていう法律があるんですね。まず宅地造成っていうのは、簡単に言うと土を入れたりとか、また土を取り除いたりとか、そうすることによって、このような、こんな土地ですね。こんな土地ができるようになるんですね。ここに建物をこう建てていくって話なんですけども。で、そうすると、こういったところはこう崖崩れとか、また土砂災害とか、大雨が降った時に土砂災害とか、そういったことが起こる可能性がありますよね。危険性が高くなるわけです。なので、こうならないために、土砂崩れが起きないために、崖崩れが起こらないようにするために、宅地造成等規制法っていう法律があるんだと考えていただければわかりやすいと思います。じゃあ、このような災害を防止するために、どのような手段を取っていくのかというと、まず、宅地造成工事規制区域というものを指定します。で、この宅地造成工事規制区域っていうのは、どういったところかというと、宅地造成に伴い、災害が生ずる恐れが大きい市街地、または、市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成工事を規制する必要があるもの。これが宅地造成工事規制区域なんですね。で、それを指定するのは誰かというと、知事です。一応、指定都市については市長が定めるんですけども、基本的には知事って考えていただいて大丈夫です。そして、宅地造成工事規制区域内で工事を行っていく場合は、許可取ってくださいねとか、届け出してくださいねとか、また、ちゃんとやらなかった場合は、監督処分。例えば、許可取り消し。ここの許可取り消しだったりとか、工事やめてくださいって命令が出たりとか、また、宅地使用しないでくださいっていう命令が出たりとか、そういったことを行うことで、災害を防止していく。土砂崩れだったりとか、土砂災害の防止を行っていくと。これが、宅地造成等規制法の概要になります。で、許可制についてちょっと解説すると、どういった場合に許可が必要なのかってことですね。これは、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成を行う場合、造成主は工事に着手する前に、知事の許可を得なければなりません。まず、許可が必要な区域っていうのは、宅地造成工事規制区域内なんですね。宅地造成工事規制区域外については、この許可はいりませんので、まずこの点は注意しましょう。また、宅地造成を行う場合に許可が必要なんですね。宅地造成を行わない場合っていうのは許可はいりませんよって話です。で、今回は宅地造成ってどういったものかっていうのは解説しません。次の動画とかでお伝えしようと思っておりますので、そちらで詳しく勉強していただければと思います。で、続いて、許可を得なければならないのは造成主なんですね。で、造成主って誰かというと、請負契約の注文者、または、請負契約なく自ら工事を行う者。どちらかです。で、この請負契約っていうのは、工事の請負契約です。宅地造成工事の請負契約と考えてください。これの注文者です。例えば、不動産会社だったりとか、地主さんとかがこれに当たります。不動産会社が土地を買い取って、で、宅地造成工事を土木会社に依頼する、任せる。で、ここで請負契約を結ぶわけですね。その時、注文者っていうのは不動産会社ですよね。この場合、不動産会社っていうのは造成主になります。で、工事を行う人っていうのは工事施工者ですね。で、また地主も同じ立場ですね。自分の土地があって、自分自身では工事できないから、工事については土木会社に任せる。この場合、造成主は地主になります。で、工事施工者は土木会社ですね。もしくは、請負契約はなく、自ら工事を行うもの。これっていうのは、土木会社ですね。建設会社とか。こういった会社って任せる必要ないですよね。もう自分自身で工事を行うことができるわけなんで、こういった場合は請負契約は締結しません。その場合、この自ら工事を行う土木会社、建設会社とか、
そういったところが造成主になります。で、この造成主が知事の許可を得なければならないんですね。宅地造成を行う場合は知事の許可を得なければなりません。で、いつまでに許可を得なければならないのかっていうと、工事に着手する前です。工事着手する前に許可を取ってくださいねと、まあ、いうような内容です。で、今回はざっくりとした内容とちょっと許可制について詳しく解説しました。ここはよく出題される部分なんで、しっかりですね、頭に入れておきましょう。で、宅地造成についてもすごく聞かれる部分なんで、この部分については次の動画で解説していきますんで、ぜひ次の動画もご覧いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。